まあ YouTube でのライブ配信は一段落もついきましたね。だからしばらくああいう形というか、もう YouTube で政治発言するのはまあ相当控えたいと思います。よっぽどの時は言うけどね、もちろんね。そりゃそうです、何でもそう。第一ゼロか100というのは女子にはありえない、女神にはありえない。絶対強硬意見を女神が言いましても、それは攻撃じゃなくて防御だし、ね、で困ります、 100% 困りますって言うても、女子はね本当に脇構えというかね、そんなもんなんですよ、ね、だから強く言うと慢心なんですよ女子は。実はどうせ遂行できへんもん女子は。だからなるべく強めに言う、多めに言う、そういう見積もりを立ててしまうという傾向は女子にはあるけどね。うちも女子やからね。さて、だから女子が厳しいこと言ってもそれは 100% 遂行を全てされてしまうってわけじゃないよ。だからって舐めたら最後他の男子に皆さんはやっつけられるよ。そりゃそうでしょ。いい加減にしろって、本当に身内だと思ってた立派な男性に上流階級が怒られる、そんな構図はねいつも繰り返してきました。当然のことなんです、それは。で、だからしばらくね、あなた方はね、そのついたばかりのね、つまり上流階級や宗教の上層部に収まってるあなた方はしばらくね、もらうこととかね、あげること、この2つから遠ざかってください。もちろんそれは法律上の譲渡という行為がしばらくちょっと遠ざかってください。まだあなた方ね、使いこさせる道具じゃないから。そして仮想階級に一気に落ちたばかりのあなた方もね、しばらく譲渡についてはちょっと距離を置いてください。まだまだ不十分ですから、あなた方譲渡すなわちあげるとかもらうに関する考え方未熟だし、しかもそういう譲渡という法律行為を全然使いこなせていないから、あなた方上流階級と落ちたばっかりの没落階級はね、しばらくそういったことから離れて本当に静かに静養なさるのが一番なんですけどね。来たばっかりとは違うよ。今から仮想階級に落ちるので、それを落ちないようなあがきはちょっとやめた方がいいよって、力抜いた方がいいよって、ね、ま、もう上流階級になってなってる人は来たばかりでね、上流階級に収まってる人は没落しないようにしますとモンスターになります。あるけどね、力抜きますと仮想階級に真っ逆さまに没落できます。そこからスタートなんです。本当はリスタートというか、そこが本当のスタートであり、田中先生もそういう考え方の先生なんです。だから先生だけは特別と私は常々申しておりますし、しかもポエムが入ってるね。陶器潮なり遡り、音に聞こえしアウロンの白い浜道美しき、海の妖精あえんだわ、青い目線の長い髪、さざめく笑い潮の音、寄せては返す潮の音、音に聞こえしアウロンの白い浜道美しき、海の妖精あえんだわ、今ぞ昔のこととなり、今ぞ昔のあえんだの笑い声のみ残りたり。まあ門倉先生は、まあ、日本ではまあ山陰のご家系かな、まあこの作品を作る時にあたって相当山陰の方に里帰りされたっていうようなことも伺っております。記念撮影じゃないけれど、